マト方面通道方面足尾駅の後見、入場券足尾駅は、栃木県日光市足尾町がかり水にある渡らせ、渓谷鉄道渡らせ渓谷線の駅である。駅番号は、WK16。足尾を名乗っているが、隣の通道駅の方が、旧、足尾町の中心街に近い。足尾駅から JR 日光駅行きの路線バスが1日4本、接続する。 二面二線のホームを有する地上駅。上り気流方面ホーム側に駅舎を有するが、駅舎以外からもホームへの出入りが可能。下り的方面ホーム側には、複数の留置線があり、貨物輸送が盛んな頃は、機関車などが留置されたが、現在使用されているのは一本のみで、トロッコ渡らせ警告号の留置や、早朝列車の夜間大白に使われる。 渡瀬せ警告線の交換駅で唯一一線スルー方式と同じ配線になっているが、対比などは行われていないため、対比線側がマトウ方面の本線ホームとなっている。そのため下り列車はポイント付近で減速し低速でホームに入る。マトウ側のポイントに制限時速2 0トルがあるため、列車は発車後もしばらくは徐行する。マトウ方面へは、 ホーム中央にある構内踏切を利用する。的置き列車は踏切の手前に停車し、降車した乗客が全員踏切を渡り終えてから発車する。ただし、五両編成のトロッコ渡らせ警告号到着時は列車が構内踏切を塞ぐため、降車後の乗客は列車発車までホーム上で待機することとなる。朝の通勤通学の時間帯以外は、 換散としている。一方、沿線景観が口コミで広がっており、渡らせ渓谷戦場車を観光バスツアーに組み入れることが増加している。シーズン中は、トロッコ列車はもちろん普通列車においても、日中の団体客の乗車、降車の利用が多くなっている。そのためか、駅前まで観光バスが乗り入れることも多い。窓口営業は、春から秋にかけては、 八時九時四十分で乗車券等を販売している。ただし、当期は火曜日のみの営業となり、それ以外の予備、時間帯は無人となる。ありがとうございます。